皆さんこんにちは、一色まゆです。私はもう20年も誘導瞑想というものをお教えしております。この番組では皆さんに感情をコントロールするための誘導瞑想の仕方をお教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。いいですか？では今日のテーマはこれです。はい、今は新型コロナウイルスでみんなパニックのような状態になっていますけれども、でもよく考えると皆さんの周りはそれほどでもないかもしれませんね。でも心のどこかで自分がもし伝染病にかかったらどうしようっていうような不安を持っていらっしゃるかもしれません。実際にまだそんなに死者数が出ていないのに自分がとても怖がるとしたら、それは心の奥からの不安の声が影響してるんですね。心の奥には不安を煽る声があるんです。ですからいろいろ皆さんが周りを見てニュースですとかいろんな SNS ですとか、そういうところに不安を煽る声がたくさんありませんか？それを聞くということは実はあなたの心の中の不安に呼応してるんですね。ですからこの心の中の不安を取り除けばかなりあなたは楽になります。またこれは免疫を上げるとても良い方法なんですよ。ですから心とこの免疫力というものはとても結びついています。詳しいお話はこの動画ではお話しませんけれども、皆さんはそうなんだと思って素直にこの誘導を聞いてくだされば良いと思います。いいですか？ではいつものように6歳の自分をイメージするということをお忘れなく。いいですか？では目を閉じてください。そして6歳の自分だと思ってください。今あなたは子供なんです。そして世の中がとても不安なんですね。恐ろしい伝染病が流行っていて、もしかすると自分もそれにかかるんじゃないかと思って不安に思っているというような感じです。そういう自分をイメージしましょう。いいですか？ではそのあなたに私が未来の自分の代わりとしてこれからお伝えしますね。あなたはとても不安に思っているんだね。自分も伝染病にかかるんじゃないかって怖いんだね。もしかかったらどうしようって思って想像したりしているよね。未来の自分はそんなあなたを助けに来たんだよ。大丈夫、あなたは未来とても生き生きと生きているから大丈夫なんだよ。それを伝えに来たんだ。だからむやみに不安に思うのもやめなさい。あなたがそうやってむやみに不安に思うのには理由があるよね。それはね、心の奥底でもしかしたら自分は本当の意味では必要じゃない人間なんじゃないかとか思っているよね。深い心の中では病気になって死ぬっていうのがちょっとドラマチックで悲しいお話のヒロインのようで、なんだか切ない、そういう思いがあるかもしれないね。何か悲しい出来事を切ないって思うのやめなさい。それはあなたの体を弱くするだけだよ。そして自分が病気になると家族にいろいろ世話をされてなんだか愛を感じるとか、そういうのもやめた方がいいね。家族はあなたが病気にならなくても最初から最後まで愛してくれているんだよ。だからいつも元気でいなさい。そしてあなたは小さい頃からお母さんによく世話をされたから、だから自分の体を自分でよく面倒を見るということをあまり覚えてこなかったね。だけどね、あなたは自分の体を
ちゃんと自分で守ることができるんだよ。いつもいつも健康に気をつけていなさい。何を食べるかにも気をつけていなさい。そして未来の自分が守ってくれていると信じていなさい。大丈夫。未来の自分はあなたをいつも守っているからね。あなたが気がついていなくてもそばにいて守っているんだよ。あなたが食べるものや行く場所、そういうところに未来の自分はちゃんと気をつけていて、そしてあなたが良くないものを食べようとしたり、良くない場所に行こうとしたりしたら未来の自分が止めるからね。だからあなたは素直に聞いていなさい。なんでとか、止める人たちが悪いとか、そうやって文句を言うのはやめようね。それは免疫を悪くする要因だよ。だからいつも周りを信頼していなさい。あなたは守られているからね。大丈夫だよ。安心していなさい。安心しておやすみなさい。いかがでしたか？ポイントは自分の心の中の自分なんかっていう思いなんですね。それは自分がやってきたことがあまり大したことないと思ってるのかもしれないし、具体的に何か悪いことをしたという覚えがあるのかもしれません。またお母さんに愛されてないって思ったのかもしれません。でもお母さんが愛していなければあなたは世話をされていないので今頃生きていないかもしれませんね。つまりあなたが生きているということ自体、あなたは社会に受け入れられお母さんに愛されているということなんです。ですからそれをちゃんと認めて、自分はとても必要な人間だと思って、そして周りを信頼する、そして自分の未来を信頼することです。ではこの誘導瞑想を寝る前に聞いてくださいね。それをしっかり毎晩聞けばあなたは大丈夫ですよ。ではまた次回。